小川寺は、東京都小平市小川町一丁目にある、臨済州円楽寺派の寺院。3号は、伊王山。女王3年頃の小平地域は、玉川浄水が開作されるまで、かやぼうの追い茂る無人の原野で、逃げ水の里とも呼ばれていた。武州玉郡岸村生まれの小川黒兵衛は、推理に乏しく生活に、過酷な不自由の土地であった当地の開拓を志した。 玉川浄水の開拓に続き、伸び止め用水の開削を進め水の確保に努めた。明暦2年、新田開発と、馬継ぎ場の新設を願い出て、小川分水の開削を許可された。しかし、開拓は容易ではなかった。開拓の必要性を熱心に呼びかけても、地味で、痩せた、腹の開拓を希望する人は少なかったため、小川黒兵衛は慈悲を使って、農民を住み着かせて、 開発を進めた。開拓に着手する一方で、江戸市ヶ谷の月経寺住職、雪山広史林大禅寺を勘定。薬師流利口如来を本尊として解散したのが、洋産小川寺で、黒部本人も境内の墓地に眠っている。村の名主であった小川黒部と開拓に加わり村に移り住む人々による小川村の開拓事業は順調に進んだ。 その再建事業では、大梅や秩父の石灰や、木材などの資材運搬で馬継ぎ場は繁盛。起業家でもあった、小川黒兵衛の開発計画は成功した。状況の頃には開拓者たちの懐も潤っていき、段家はこぞって、盆昇の寄進に応じた。小川村、新編武蔵風土気候40玉郡の32、小川村内務省地議局明治17年4月16日。 抜粋、NDLJP76399483 小川寺新編武蔵風土気候40玉郡の32小川村内務省地理局明治17年4月16日抜粋、NDLJP76399483 ありがとうございます